リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。はい、ということで今日はリントのお宝ということで、こちら、私が愛してやまないアーティスト、浅木さんのねご紹介をしていこうかなと思います。で、今日はリンちゃんもね、あそこにいる、ニンジンちゃん、ちょっと後でニンジンちゃんよく見せるね、と同じような衣装にしてみました。イエーイ。はい、ということで早速見ていきましょう。はい、じゃあ最初に CD から見ていこうかな。結構ねアナザージャケットとかもいろいろあるんだけれども、まずは CD からちょっとご紹介させてください。 CD も実は2枚しか出てないんですよ。これ全部一緒の曲ですね。新曲の新曲、これ神曲と書いて新曲って言うんですけれども、その曲のアルバムが3枚と、こちらが天庭ですね。天庭、天の庭、天庭の、アルバムが2つって感じです。こっちはね、初回限定版が2つあります。保管用と普通のやつのね。で、あと通常版がって感じです。じゃあ新曲からご紹介する前に今流れてる BGM をご紹介させてください。本日 BGM で使わせていただいているのは、浅木さんの曲である星降りの果て極東四季よりという曲を使わせていただいております。よかったらぜひぜひね聴いてみていただければと思います。で、まず、新曲ですね。アルバムがリマスター版と普通のバージョンと2つ出ております。ちょっとライトがあれだね、ライトこの辺にしておこうか。よし、こんな形で2つ出ております。これが一番最初に出たアルバムの方ですね。で、これね歌詞カードが本当に歌詞カードなんだよね。よいしょ、こんな感じで歌詞カードがこんな感じです。こうやってくっついてますね。幸せを歌う歌、この子の七つのお祝いに、ヨゴの音、ヨゴの音かな、ヨゴの音、月光町、赤い鈴、しずく、新曲、空積みの火音って感じですね。いやすごいんですよ。最後のスペシャルサンクスとかもねこんな感じです。さなぎ、作詞作曲編曲あさき、ボーカルギターベース、鍵盤、変態効果音、変態効果音っていう意味で分かんないのが入ったりとか、なんだっけ、どこに入ってたっけ、これピギャリ声とか、あとはどこだったかな、ここでも、ここも変態効果音が入ってるんだよ。とか、変態ピアノ兄、変態ピアノ弟とか、歌詞カードが面白いんですよね。こんな感じで。で、こういう風にね。作、監督、浅木とか、スペシャルサンクスとか。はい、浅木さんについてなんですけれども、浅木さんは、コナミデジタルエンターテインメントの、音ゲーのアーティストさん、コンポーザーでありますね。曲はこんな感じですね。なので、まあ、音ゲーをね知ってる方だと、まあ、目にしたことがあるかもしれないって感じですね。最近で言うとおそ松さんの、第1期シリーズ第2期シリーズの、1シーズン目のオープニングの作詞を担当していたり、有名な楽曲でいきますと凛として咲く花のごとくの歌詞を担当してたりします。はい、これがね普通の通常版、一番最初のやつで、こっちがその後に出たもので、リマスター版ですね。で、この文言が好きです。ファーストアルバム新曲リマスター版になります、何卒よろしくお願い申し上げますね。こっちはちゃんとね歌詞がパンチされておりますね。こんな感じでね、この辺はあんま変わらない感じですね。すごいね高級感のあふれるものですね。紙質がすごいいいものですね。はい、曲については聴いていただければと思います。今流れてる、極東四季よりもすごいいい曲ですね。で、これが2枚ある理由なんですけれども、浅木さんが
2013年か14年くらいにねイベントをやりまして、その時のイベントでこれが欲しかったんですよ。このポストカード、よいしょ、このポストカードが欲しくて、もらうにはこれが買わなきゃダメだよって言われていて、買った状態でございます。はい、でこれは未開封ですね、リマスター版の。はい、で次に、新曲ではなく天帝の方をねご紹介させていただきます。こちらが天帝ですね。天帝も天帝の時がですね、アナザージャケットが配られたんですよ、店頭で。これがコナミスタイル限定だったかな。あれどこだったっけ、なんかタワーレコードとか、あとなんか文京堂とかで限定で違って、これはイベント限定のアナザージャケットですね。朝木さんはこんな感じの人、ちょっとほこりかぶっちゃってるね。はいはい、今は、朝木さんの雫という曲リマスター版が流れております。はい、こんな感じですね。これは後でゆっくり見ていきましょう。で、限定版と通常版ですね。で、これが、保管用の限定版ですね。で、はい、こんな感じ。ちょっと反射しちゃうの気をつけながら撮ろう。限定版です。そして、これが限定版についている DVD。こちらもね、こちらは前に比べると歌詞カードが少し、質感がまた変わっておりますね。ただ中は結構一緒です。書いてる言葉は結構重いんですよね。いつかわかる時が来るだろう。本当に悲しいことだ。とかね。天帝。悲しいね。悲しいな。愉快だね。愉快だな。誰かが見ているよ。誰かが見ているね。こんにちは。こんにちは。さようなら。さようなら。歌詞も結構深いですね。で、朝木さんの曲って結構怖かったり悲しかったりすることが多いんですけれども、朝木さんは実はネガティブなことが大嫌いで、まあ私もネガティブなことは基本的に嫌いなんですけれども、すごく共感できる部分が強く、なんて言うんですかね、悲しいところがあってもでもそれでも前を向いて生きていこうっていう気持ちが曲中にすごい描かれているんですね。そこですごい共感するものがありハマっております。はい、っていうところですね。で、この2枚があって、もう1個これね、ただね、これね、ここ割れちゃったのよ。北海道地震があったんですけどね、その時落ちちゃって割れちゃいました。2枚買っといてよかったなってところですね。はい、で、朝木さんはね、札幌の、札幌駅かなで、イベントをやった時に、私、会いに行きまして、その時にこちらのアナザージャケットをいただきました。これ、朝木さん本人ですね。はい。イケメンですよね。かっちょいいな。ほりかぶっちゃってるけどな。はい、朝木さんです。アナザージャケット。朝木さんです。かっこいいな。朝木さんです。はい。これがね、天帝のアナザージャケットです。はい。で、そのイベント会場で配られたポストカードはこれで、これはね、キャプテンメタルという名義でも曲を書かれてまして、その時の曲の、ポストカードになります。これは、ギターフリックさんとドラムマニアの、XJ かなのサウンドトラックを買った時についてくる特典の、キャプテンメタル、愛のキャプテン劇場ということで入ってる曲はこんな感じ。戻らないラブと牛乳特急便。そして、これがね、元々の曲です。戻らない恋っていう曲をリメイクというか、ちょっと編曲したのがこれ。で、これ、香港超特急 Z っていうのを、リメイクしたのがこれ。そしてカラオケ版が入ってるっていう感じですね。はい、これですね。いやー、いいですよ、朝木さん。本当に皆さん聞いてみて元気になれる曲だと思う。ただ歌詞の意味をね、深く聞いていただくのがすごいいいのかなって私は思います。はい、でそれでもらったやつですね、これがね。はい、 CD はこんな感じです。
あの作品としては2つしかないんですよ。あとはグッズの方のご紹介だけさせていただきたいんですけれども、次はどの曲をかけておこうかな。次はこの曲にしておきましょうか。はい、あとはグッズですね。グッズが基本的にあまり多くはありません。今手元にあるものだと、ポップンカード、ポップンのキャラクターですねの、ぬいぐるみとポップンカードと、イベント会場限定と、ネットで販売されたものですね。朝木天帝缶バッジセットっていう形で、はい、これはもう未開封で取っといてる缶バッジが一つですね。貼ってしまってるものもあります。4つなので2セットありますね、これ。はい、とステッカーがあったんですけども、ステッカーに関してはどっかに行ってしまって、一応見えるかな、こうしてこうしたら、あの iPhone の裏にステッカーを貼ってます。はい、って感じですね。ステッカーの使ってないやつはね、どっかに保管してあるんですけど見当たらなかったです。で、ポップンカードがこんな感じ。ニンジンちゃん、小坊主、極卒くん、グワンジェ様、女の子、二の丸、一のみょうちゃん、そして星の人、イクエさんですね。で、スペシャルカードのニンジンが写っている、クリーム童話の始まり始まりというポップンカードと、これ朝木さんのキャラクターが集まったカードですね。キャッキアコーダーイっていうやつね。グアンゼ様、小坊主、二の丸かな、これは。これ多分二の丸だったはず。と、鬼 B ですね。で、タエ、ミオちゃんね。あと、なんだっけ。あ、名前出てこなくなっちゃった。この子のカードあったっけ。やばい、名前出てこなくなっちゃった。マリオネットみたいなやつ。はい、こんな感じね。と、こっちも朝木さんのキャラクターたちのカードですね。こんな感じ。深淵の朝木の川で渡し船っていうやつとかね。こんな感じです。はい。朝木さんのグッズはね、なかなか少ないんで、ポップカーのこういうキャラクターカードを集めたり、公式グッズがね、これとステッカーしか発売されてないんですよ。あとはもう、ポップンのキャラクターのグッズがちょこちょこっていうところですね。はい、これが、なんだっけ。はい。ポップンミュージック、ぬいぐるみマスコット、ボリューム5。はい、トギュッとですね。で、極卒くんと、ニンジンちゃん。そしてみおちゃんですね。で、私も今日は、はい、同じような加工をしてみましたよ。ほほほ、かわいいよねこの子ね。でもね、足一本なの。そう、足一本なの、かわいいよね。とこの子たち2人です。はい、もうなんかよくわかんないね、ご紹介ばっかりにはなってると思うんですけれども、朝木さんの曲を皆さんに少しでも聴いてほしいなと思って今回は動画を撮ってみました。で、朝木さんの曲っていうのが歌詞カードを1個出しますか。よいしょ。この2つにしましょうか。よいしょ。まずはこっちからにしようかな。新曲の歌詞ですごい私が共感していい部分があるんですけれども、共感してっていうのもあれなんですけどね、共感っていうのもまた違うんだけど、月光町とかも歌詞いいんですよ。ヨゴの音もすごい好きで、こんな感じの歌詞なんですけどね。
でもどこがいいかな。雫もすごい良くて、まあすごい寂しい曲ではあるんですけど、このね、ここの歌詞がいいですよ。時に流るるみゆきの秘めるひよくの目って、積んだのは白楽の名残、幸せの意味と猿花風花抱き思う、あなたに会えてよかったとっていう幸せをかみしめるような歌詞がすごい良くて、とかこれ空積みね、空積みの曲だとこの辺のね、このやっぱり虚空の深い吐息をかき消されていくっていうところとかね、篠塚雨さりし、あとうらら仰ぎ人は知る幸せのあり方をっていう、幸せってどういうことなんだろうとかっていう部分をすごい考えさせられる歌詞がね、こうここだけポンと見せてもね、なんか難しいっちゃ難しいよね。曲として聴いてもらうといいかな。これがね、私の名前のリンとの由来になっているリンの部分を取った赤い鈴っていうところなんです、曲なんですけども、このねリンリッリンって流れてるところとかがすごいいいんですよね。僕は帰ってきたよってカラスの歓声牧師に聞くっていうところね、うん、この辺もすごいいい曲なんですね。彼女の時を乗せた進む音だけがっていうところとか、まあ、物語として出来上がっている曲が多いのですごいいいなって思うことが多くて、今流れている天帝もすごい痺れる曲が多くって、皆さんにね見てほしいなって、見てほしいとか聞いてほしいなと、YouTube か見てたら普通に曲は載ってるので、その曲をね見ていただければな、見るというか聞いていただければなっていうところですね。天帝だとこのどこがいいかな、こことかも好きなんだよね。人としてありたくてって、月見船に乗って古神へ向かう人よって、見えるか見えているかって、天神の月はあまりにも遠すぎるっていうところとかね。あ、でもここだけ見てもなんかね、難しいっちゃ難しいかもね。そういうところがすごい好きなんだよね。これとかね、ねえ見て春がやってきて、草も木も花も歌っている、ねえ見てって、春がやってきてみんなここにいる、まあでもみんな赤い背中をしているわ、みんなこれをね動画を見てくれただけだ方だけだとわからないところも多いとは思うんですけれどもね。そう、まあ楽しみ方としては曲を聴いていただいて歌詞を深く読んでいただくのがすごい楽しみ方のうちの一つかなと思いますね。本当に皆さんにおすすめしたい方なんですよ、私としては。本当この方の曲はいい曲が多くて、で悲しいけれども前を向いて歩こうよっていうことをすごい言ってくれている方なんですよ。なので少しでもいろんな方に朝木さんの良さっていうところを見ていただけたらなと思います。音ゲーの曲っていう風に収まるようなものじゃなくって、すっごいいい曲が多いので、なのでそのあたりを皆さんに楽しんでほしいなと。 CD 自体も2つしか出ておりません。 CD だけ追うんだったら2つ買うだけで結構すぐ見れるかな、聞けるかなっていうところですね。YouTube にも、音ゲーの、プレイ動画とかも上がっているので、そういうので聞いてもらうのも一つの手かもしれないです。考察している方々もたくさんいらっしゃいます。いろんな方の考察を見れるので、朝木歌詞考察とかで見ていただくと、Google とかで見つかるのかなと、ネット上でね。そういうのも見て楽しんでいただくのは一つかなと思っております。はい、ということで今回はね、すごい長々と私がおしゃべりさせていただきましたが、私の
リンとのお宝ということで、朝木さんの CD およびグッズをご紹介させていただきました。それでは以上、リンとでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。